はい、アランド40のガッキーです。本日は新しく完全ワイヤレスイヤホンを購入しましたので、そのご紹介をしていきたいと思います。今回購入したのはこちらになります。じゃん、アンカーさんから出てる新しく発売した商品のご紹介になります。発売日はですね、一応2021年8月の12日の発売になっております。販売価格は今のところ8990円で販売しておりまして、ただ色によって価格が違います。私が購入したこれライトブルーなんですけども、これは9990円かな。色によって1000円差額が発生しておりますので、そこはご注意してお買い求めください。一番安いのがブラックですね。一番安い販売価格だったかなと思っております。以前発売して大好評だったライフ P2 のアップグレード版というか最新版になるようでございまして、こちらが前回購入したライフ P2 なんですけども、これの新しいバージョンがこちらということになっております。まあ、このサウンドコアシリーズですね、アンカーさんが発売しているシリーズは結構人気がいい、ドンシャリ系なんですけども、音はそこそこ、ノイキャンもそこそこっていう商品なので、今回も結構期待をして開封をしていきたいと思います。ちなみにこちら以前紹介の動画レビューを上げておりますので、もし興味がある方はそちらもご覧いただければと思います。ちょっとね、あまりいい評価はしてないんですけども、まあ、コスパはいい商品だなというふうに思っておりますので、こちらもちょっと楽しみにしております。じゃあ早速開封していきましょう。オープン。おー、いいですね。イヤホン系でブラックとかホワイト以外で購入するの初めてなので、どんなもんかなと思ったんですけども、なんかライトブルーめっちゃ可愛いな。可愛いですねこれね。色がいい、男性女性両方いけそうな、そんなデザイン色合いになっているかなと思います。じゃあ一応本体は置いておいて、同梱物の方から出していきたいと思います。はい、じゃあこちらが同梱物、内容物の全てになります。まず本体ですね。でイヤーチップが2、4、6、8、4種類か、1、2、3、4種類で、本体についているのも合わせれば5種類のイヤーピースの大きさが選べるという感じかなと思います。 USB Type AC の充電ケーブルが1本と、クイックスタートガイド How do we sound?ということで、サウンドコアさんのよくわからないお手紙に、これが品質保証書かなんかだと思います。でこちら内容物すべてになります。それでは早速本体の方を見ていきたいと思います。でこちら本体になります。まあ、前面の方に LED のライトがついておりまして、多分開けるとパカパカ光ると思うんですね。こういう感じで充電の残充電の表示が LED で表示されるような形になっていると思われます。じゃあちょっと中身を開けていきましょう。オープン。おー、いいですね。うん、あ、取り出しやすいですねやっぱり。はいはいはい。まあ下向けても落っこちないですし、マグネットでまあいい感じでくっついていると思います。蓋もね、なんかいいですね。こっちはスライド式ですね。ライフ P2 で P3 になって、カパカパ式に変化したという感じでございます。でこちら本体になるんですけれども、こういう感じでなんか質感はいいですね。安っぽく感じない質感だなと思います。ライフ P2 がちなみにこっちなので、大きさ的にはねほぼ一緒ですね。うん、まあ若干あれか、耳に入れる部分のところが、ここの部分がちょっと形が変わったのかな。ライフ P2 の方がちょっとここの厚みが薄い気がしますね。まあでもそれぐらいかな。あとはほぼほぼ一緒ですね。ここにサウンドコアの印字がないぐらいかなというふうに思います。あとデザインがちょっと違うな。こんな感じですね。ここのデザインがちょっと違うかなという思う。そんな感じです。で、こちら対応コーデックが SBC とAAC の2つになっておりますので、 aptX には対応しておりません。でノイズキャンセリングもついておりまして、自分のいる環境をサウンドコアアプリ上で選ぶだけで、そのシーンに最適な強度のノイズキャンセリングが起動しますと。交通機関モード、屋内モード、屋外モードと、そこら辺はこちらのライフ P2 と一緒な感じですね。あとは音声通話もクリアの音声通話が可能にということで、ノイズリダクション機能を搭載した6つ、左右のイヤホンに各3つずつのマイクが周囲の雑音を除去し、通話相手にあなたの音声をより大きくクリアに伝えますと。そしてアプリを使えば、サウンドコアアプリを使えばノイズキャンセリングモードの選択やイコライザー設定をカスタマイズすることも可能ということでございます。最大再生時間が35時間、でイヤホン本体のみで7時間の再生時間が可能ということで、10分の充電で2時間の再生が可能になっております。ワイヤレス充電にも対応しておりますので、置くだけ充電が可能ということで、それはこちらと一緒ですね。あとまあゲーミングモードというのも搭載しているみたいでございまして、遅延が少ない
音を楽しめるということになっております。あとまあイヤホンを探す機能であったりとか、あとイヤーチップが豊富にあるので、さまざまな耳のサイズにフィットするように気遣いがされている感じでございます。あとイヤーチップ装着テストというのがありまして、サウンドコアのアプリと連携して、自分の耳に合ったイヤーチップをアプリ上でイヤホンと連携して、自分にぴったりのイヤーチップを選択することが可能になっているみたいでございます。まあいろいろといろんな機能があるんですけれども、実際大切なのは音質ですね。音、どんな音なのかということなので、実際にですね、今から使って音、こちらの LifePi2 と3どう違うのかというのを実際に聞き比べをしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、で今こちら LifePi3 をスマホと接続してリンクしているところでございます。装着方法、タッチ操作について説明が書いております。確認しましたと、まあ、こんな感じでアプリのファームウェアを更新するっていうのもたびたびありますので、これでアプリを更新して、より新しいアプリ、バージョンアップデートしたアプリを使っていい音が聞けるという、そんな仕組みになっているみたいでございます。しばらくですね、こちら LifePi3 を使ってみました。でちょっとこちらともですね、いろいろ比較をしてみたんですけども、いい点、気になった点、いろいろ私なりにまとめてみたので感想を申し上げていきたいと思います。まずいい点なんですけども、音がね結構思ったより良かったですね。こっちがね結構ドンシャリ系だったんで、まあ似たり寄ったりの音質なのかなと思ったんですけども、こっちはね思ったよりドンシャリではなくて聞きやすい音質で、全然1万円以下とは思えない、そんな感じの音質ですね。好感を持てる音っていうのかな、個人的にはこっちの方が音が好きかなっていう感じです。いい点2個目として、まあ、こっちでもできるんですけども、イコライザー設定ができて面白いっていう点がいいかなと思いますね。フラットでも全然聞けるんですけども、イコライザー設定で音を自分好みに調整できるんで、まあ、そこが結構面白いと思いますね。もともとある複数のプリセットでも全然いい感じの音楽が聞けるんですけれども、こんな形でいろいろプリセットが準備されていまして、これでも全然いけるんですけど、こちら あのカスタムっていうところを押してもらうと、こういう感じで、こっちか、カスタムで自分好みに音をこう変えられるので、もう自分好みの音質にいじれるっていうのがいいかなと思います。プリセットもね結構豊富なんで、これはこれで面白いなと思うんですけども、で3つ目として、こっちでも言えたことなんですけど、イヤーチップがね結構豊富で、こういう形で 1,2,3,4 種類のもともとデフォルトでついているサイズがあるので、まあ、5種類のイヤーチップのサイズがあるので、よほどの特殊サイズの耳の穴の持ち主以外であれば、結構自分の穴にぴったりすっぽりはまるようなサイズが選べます。まあ、それに伴って遮音性がグッとアップするので、ノイキャン機能も合わせてアップするという感じで、耳にぴったりフィットするのがいいなと思います。あとまあ色がおしゃれですよね。まあ、ブラック以外を選択すると1000円価格が上がってしまうんですけども、4種類の色から自分好みの色が選べるので、そこはね結構いい点ではないかなと思います。初めてこのブラック、ホワイト以外で色を選択してワイヤレスイヤホン購入したんですけども、結構いい色ですよねと個人的には思うんですけども、いかがでしょうか。でこっからが気になった点なんですけども、ちょっとね先ほどの遮音性で褒めたところと相反する部分ではあるんですけども、遮音性がねぴったりすぎちゃって耳がね疲れてくる。ぴったりにすれば遮音性が増して、ノイズキャンセリング機能を発動した際にその効果を最大限にこう発揮することができるんですけども、その分ね聞き疲れしやすいのかもしれないですね。まあ、人によってはそんなの余裕だよっていう人もいるかもしれませんけど、まあ、私はこれをしてね結構ランニング、まあ、3、40分ぐらい走ったんですけども、ちょっと耳が疲れてきたかなという、そんな印象でございます。まあ、個人差があるとは思うんですけどね。2つ目の気になった点っていうのが、なんでブラックだけ安いのっていう、まあ、こっちはねブラックとホワイトだったかな、なんかそんなに価格が1000円も変わらなかったと思うんですけども、こちらになるとなぜブラック以外を選ぶと1000円上がってしまうのかなと、ちょっと納得できないところがあるんですよね。せめて500円ぐらいにしてほしいなという、そんな思いがございました。で3つ目として、タッチ操作での使い勝手がいまいちっていう点ですかね。まあ、タッチ長押しでモード選択が可能なんですけども、でここに書いてある通り、
ノイズキャンセリング、外音取り込み、標準ってこうちょんちょんちょんって長押しするたんびに変更していくんですけども、ノイズキャンセリングでもこう屋内屋外って分かれてるんですよね。あと交通機関と3つ分かれてまして、で外音取り込みでも全ての外音と音声フォーカスで、まあ標準は1個しかないんでいいんですけども、このノイズキャンセリングを2秒長押しで変更した際にここを選べないんですよね。だこの3つを行ったり来たりするだけであって、ここまで設定ができないっていうのがちょっとめんどくさいなと。わざわざアプリ開いて屋内だから屋外とか選んだり、外音取り込みモードの時も全ての外音なのか音声フォーカスなのかをこうわざわざ開いて、選択しないといけないっていうところがちょっとめんどくさい、ややこしいなというところでございます。まあ、ちょっとしたところなんですけどもね、このちょっとしたところの積み重ねが若干ストレスになってくるかなというところで、あえて指摘をさせていただきました。まあ、総合的にまとめて言うと、非常にコスパが良く、音も良く、イコライザー設定もできて、買って損はしない、そんな完全ワイヤレスイヤホンだと思います。個人的にはね、以前ご紹介したこちらよりもこっちの方がいいような気がします。価格も安いし、まあ、あくまでも超個人的な意見でお聞きいただければと思います。まあ、私の耳が変わってるのかな、ちょっと何とも言えないんですけども、まあ、音質音の好き嫌いはあろうかと思うんですけども、個人的にはねこっちの方が色も好きなんで、しばらくこっちで今後は行こうかなと思っております。はい、ってな感じで今回の動画はここまでにしたいと思います。購入を検討されている方の参考になれば幸いでございます。またこのチャンネルではこのようなワイヤレスイヤホンであったり、あとまあ PC 周辺機器、ゲーム関連機器、音響関連、スマートウォッチ、まあ、電化製品など気になった商品を実際に購入して使ってみる動画をお送りしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録をしてですね、次回の動画をお待ちいただけると非常に励みになります。それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画まで。じゃあね。バイバーイ。